求めます。次に20番河原議員の質問を許可いたします。ご登壇を求めます。20番河原議員。皆さんおはようございます。おはようございます。新政策研究クラブ川原千秋でございます。ただいま議長より登壇の許可をいただきましたので、私の一般質問を始めさせていただきます。今朝は、台風9号の影響で、少し過ごしやすくなってまいりましたが、この連日大変暑い日が続いております。県内でも今年の夏は例年にない、記録づくめの猛暑となりまして、8月の平均気温は佐賀地方気象台の観測史上最高とにこれに並びまして、熱中症の搬送者は300人を超え、また家電量販店ではエアコンの在庫が、なくなるほどの、異常な売れ行きで、熱中症の対策グッズもまた例年になく売り上げを伸ばしたと、そういったところでございます。9月になりましたが、まだこの暑さは続きそうな感じがいたします。市民の皆様も、熱中症には十分気をつけられて、この夏を乗り切っていただきたいと、このように思うところでございます。さて、質問に入りますが、今回は大きく2項目質問をいたしますが、まず最初に地域経済の活性化についてでございます。依然として景気の低迷が続く中、地域の経済を少しでも活性化できないかと、そういった観点から、今爆発的に利用者が増えているツイッター、これをどうビジネスに活用するか、そしてもう一点は、昨年実施いたしました、プレミアム商品券、竹尾で買う券ということでございますが、この効果、これを分析されて、そしてよければ再度また実施ができないのか、それから大きな2項目といたしましては、地球温暖化についてでございます。冒頭に申しましたように、今年の夏の異常さは本当にこの地球温暖化に伴う長期的な、気温上昇が背景にあると、そういうことにも言われております。ですから、その対策について質問を行ってまいりたい、このように思っているところでございます。ではまず地域経済の活性化についての一点目といたしまして、ツイッターやユーストリームの活用についてお伺いをいたします。8月の19日に竹尾市文化会館で全国自治体の政策研究交流会議が開催され、その夜に日本ツイッター学会が市役所前の公園で開催されました。私もツイッターというものにちょっと興味がございましたので、参加させていただきましたが、約200人程度の参加者で、大変賑わった、大いに盛り上がったというようなところではなかったでしょうか。このツイッターとは、今何してるから始まった、シンプルなウェブサービスで、ユーザー登録をすると自分専用のページが作成をされ、そこから今何しているかを投稿していきます。投稿できる文字数は140文字までに制限されておりますが、利用者が増えるに従って、新たなコミュニケーションツール、またリアルタイムの情報発信ツールとして活用されております。本市も職員にアカウントを作ってもらって、
今月から活用されていくわけでございますが、まあ、どのように活用していくのか、また活用にあたってのメリット、またデメリットについてもお伺いをいたしたいと思います。以上。桑田市長。これが実際の私のアカウント、すなわち私のツイッターの画面なんですけれども、これ非常に簡単で無料でこう登録ができて、でツイッターっていうのはツイートっていうのはつぶやくっていう意味だそうなんですけれども、人によってはミニブログという言い方もされます。その中で先ほど議員からありましたように、140字以内という制約があって、そこに、まあ、これ携帯からでも、打ち込みますし、今は、キーボードがなくても、本当につぶやいたものを、携帯のマイクが拾って、それを、この文字にするサービスもあるようです。あるいは、iPad だと、今、手書きの、ものがこうあって、キーボードがこう使えない、あるいは使いにくい方も、なんていうんですかね、こういう、ツイッターにこうなるということで、今おかげさまで、今日、ユーストリームでも流れてますけれども、おかげさまで今、私は、もう6000人近くの方がフォローをしてもらってますので、私が今日、一番最近、最後に書いたのが、まあ、これ職員なんですけれども、武雄市議会一般質問の USD、ユーストリームはこちらからということで、ここにクリックすると、ユーストリームの画面に飛んでいきます。で、午前10時スタートですというふうに書かれていて、これを私は受けてメリハリのついた答弁しますということをこう書いて出す。で、先ほど申し上げた通り、これは瞬時に6000人近くの方々がこう見ると。いうことになりますので、これは本当にですね、思うのは、例えばイベントの告知であるとか、こういうことがありました。自民党の石破さんが、武雄にこうお見えになったときに、私が、このツイッターで、あと10分で石破さん来るよって書いたんですね。それを見た人たちが12、3人、武雄市の文化会館の大ホールに押しかけてきて、これはすごいぞと。思いました。今車でこう見てて今来ましたとかね。うん。なんか石破さんを見たいからこう来たということで、その告知のそのことで言うと、これよく拡散性っていう瞬時性と拡散性っていう言い方をしますけれども、これは今までのインターネットのメールであるとかブログであるその比ではありません。で、そういった中で、私が日本で初めて、行政に、そのツイッターを、積極的に導入したのは、全職員にアカウントを今持ってもらってます。で、これは、別に強制するわけではないんですけれども、これをすることによって、いくつかのことが期待できます。一つは、行政の中、まあ、大体福間伝みたいに思われてますけれども、その中でどういうやり取りが起きているかっていうのを、これは、フォローしている人たちがみんなが見れることにして、まあ、フォローしてない人でも見れるんですね、これは。ごめんなさい、失礼しました。これ、フォローしてない人でも見れます。うん。だから見ようと思えば、全世界中の人が見れるということで、行政の中で何が起きているかっていうのは見える。それともう一つが、これ私は、アットひわ1118っていうアカウントを持ってますけれども、住民相談の一部もこれで受けようと思っています。もう現に来ました。北方町に住む難病患者の方が、私に、ツイッターでこれみんなに見える形で来たのは、難病申請にものすごい手間暇かかるということです。もう、勢いによってはもう5、6箇所行かなきゃいけない。難病になる前に違う病気になりそうだっていうのが来たんですね。で、それは私はよくわからなかったんで、職員に聞いたら、いや、市内にはそういう方が400人もいらっしゃいますと。で、私はその窓口を一元化したいっていうふうに言ったら、いや、それは法律の壁があって、職員から無理ですと。まあ、それはそうでしょう。したがって、これを一部代行したいと。県に行くやつ、国に行くものについては、市の職員が代行するということを、職員と暮らし部長と相談をして、これをまたツイートしたら、これがものすごい反響になりました。ですので、そういう意味で その住民相談にこうなるということと、私にのみならず、職員の皆さんたちが、まあ、いろんなこういう私が知らないこういうイベントがあるよとか、こういう情報があって、行政は情報の宝庫であります。ですので、それをどんどん出していくということで、私が掲げるぬくもりのある元気な街づくりにこうつながっていくというふうに思っております。ただ、ツイッターをしている人は、多分武雄市の人口5万人のうち、多分 1% も満たないとまだ思っています。
そういった中で、これは向こう3年から5年間かけて、やっぱりこう広げていく必要があるだろうというふうに思っております。これはトップダウンで進んでいくものじゃありません。ただ、これをすることによって、こんなに便利になるんだよ、こんなに簡単だっていうことを、もうツイッター伝道して、私は日本ツイッター学会の会長でもありますので、そういうことで、こういう、楽しいとか、いうことをやっぱりこう広めていくというのが、私がその首長としての役割だけじゃない役割があるというふうに思っております。そしてメリットは先ほど申し上げた通りですけど、デメリットもあります。で、これはツイッターの場合はまだはっきり言って不完全です。不完全なツールです。議員さんでは、吉川議員さんと牟田議長さんが始められておりますけれども、お二人も同じ意見だと思いますけれども、やっぱりこう、見たり見てなかったりとかっていうことがあったりとか、あるいは、すぐにこれがこうリストアップされない場合があります。この前の防災訓練で、それはすぐよくわかりました。ですので、それとあと、なりすましの問題、あります。現にあります。ですので、そういったデメリットもあるんですが、メリットの方がはるかに大きいですので、デメリットの部分っていうのは、例えば後で上書きをするとか、他の人がこう上書きをしていくということで、これを全否定するんではなくて、その機能の持っているデメリットというのは、人の力でこう解決をしていこうというふうに思っておりますので、ぜひこれ、ユーストリームで全国に流れておりますので、日本ツイッター学会にフォローしていただくと、すぐ我々はフォローを仕返します。そうすると、そういった情報もどんどん流そうというふうに思っておりますので、私、これ、個人的な見解になりますけれども、インターネットに平成9年に初めて触れました、私はインターネットというものに、その時に受けた衝撃よりも、これは孫正義さんも、ソフトバンクの孫正義さんもおっしゃっておられるようですけれども、その時に受けた衝撃よりも、今回のツイッターの衝撃の方が100倍以上あります。で、これを何とかして行政に取り込んで、住民サービスの一助に、なるようにしていきたい。これが我々、特に我々世代にね、課された役割ではないかと。で、これを今度は社会的弱い立場にある方、高齢者の方々とかっていうことで、やっぱり広めていきたいなと、このように考えております。以上です。20番、河原議員。はい、本当に今、市長がおっしゃるように、このツイッター、本当に使いようによって、本当に便利なツールだと思います。そして、おっしゃるように、その住民相談、またイベントの開催、本当にこういうのに十分使えるというふうに私も思っております。そして一つは、そういったトピックスというような、その記者会見、そういうものを発表なされて、で、それに対しての答えというのも、瞬時にまた帰ってくる。そういった意味で市民の反応とかそういうのを十分、見ていけるとそのように思っているところでございます。そしてまた観光情報や町おこしこういったものにも本当非常に有効に使えるものだと思っております。ただ一つ私もデメリットというほどではないかも分かりませんが、一つ思うところがあるのはですね、やっぱり行政というのはいろんな情報がございます。それでどうしてもあまり公表できないといった、そういう情報もあるかと思います。そういった部分の、選別といいますか、そのあたりは、どのように考えているのか、そこだけお伺いしたいと思います。住政策部理事、失礼、政策部長。ツイッターを始める前に、職員に講習会等々を開いて、ツイッターの問題点あるいは有効性をお話したところでございます。言われるように諸行法に抵触しないような形で守秘義務を守るような形で職員に徹底いたしております。そういう意味から職員の皆さんはそれを遵守していただくというふうに思っております。20番、河原議員。ぜひそのあたりは気をつけてやっていただきたいというふうに思います。また今おっしゃったように職員に対しての研修といいますか講習会、これは行われたと思いますが、これをですね市民の方にもですよ、ぜひ使い方登録の方法
こういったものをですね、そういう機会、講座とか研修会、ぜひこういうことをまた開いて、そして広げていきたい、そう思うんですが、いかがでしょうか。岩田市長。今年の夏の初めに武雄市商工会青年部の、お力をお借りいたしまして、旧山内町の議場においてツイッターの市民向けセミナーを行ったところ、やっぱツイッターでそれを告知したでからでしょうか、福岡だったり長崎からもこうお見えになって、議場が広い議場が結構もう満杯にこうなったということなんですね。で、ツイッターの講習会をやってほしいという話が多数来ておりますので、これはぜひ出前講座の中でやってまいりたいというふうに思っています。出前講座の中で、ね、今も職員の中でも少なくとも私が見てもう10人ぐらいはもうどんどんもう講師並みにこう話せる人間がもういますので、そういった手分けして出前講座をこうしていきたいというふうに思っておりますので、今日多くの市民の方々がまたご覧になっていると思いますので、ぜひその出前講座という形で対応していきたいというふうに思っております。そして先ほど申し上げた通り、吉川議員さん、牟田議員さんも議長さんもおられますので、どん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 やっぱ広めていってほしいというふうに思っています。でその中で日本ツイッター学会の聖地は武雄であります。ですので年に1回スイスのダボス会議のようなと言っても私もよく分かってませんけれども、とにかく全国から世界中から来るような学会をこうしていきたいと、学会しないような学会をこうしていくということを思っております。でそれが私は観光にもつながっていく、宿泊に伴う観光にもつながっていく、そして新たな形での地域交流につながっていくと思ってますので、今年の4月に、日本ツイッター学会の総会を、開きます。で、ですのでその中でいろんな事例研修であるとか、そういった中で日本を代表するようなツイッターをやられている方、ツイッターアイドルもまた呼んで、いろんなまた交流をしていきたいと、このように思っておりますので、ぜひ市民の皆さん方におかれても時間を晩酌送り合わせの上お越しいただいて、そこでツイッターというのは初級講座もそこで設けようと思っておりますので、お越しいただければありがたいと、このように思っております。そして何よりもこれは使ってみることが大事です。まず使ってみることが大事ですので、また出前講座等でまた私自身もこれは出席しようと思っていますので、また広めてまいりたいと、このように思っております。議員のご指摘の通りであります。20番河原議員。今本当に市長がおっしゃる通り使ってみなければ分かりません。私も登録までは行ったんですが、その先はちょっとまだ言ってませんので、今からまた頑張っていきたいと思います。そのツイッターとともにですね、今ユーストリームでこれも合わせた使い方ができるとは思いますが、こういうそのユーストツイッターというのを使いながらの、例えばこれをビジネスですね、そういうものに生かしていけないかということです。ユーストで取って、それもまた瞬時に画像が送れる。でその中でこういう例えば商品があったら、こういう商品はどうですかとかですね、そういったふうになんかそのうまく組み合わせをして、そういう形で配信をする。でこれまたリアルタイムな情報ということで、そしてまたターゲットもですね、ある程度限定がされる、フォローしてくださるような方にこう、流れていくということでございますので、そういった意味ではそういう、興味を持ってもらう顧客に何て言いますかね、直接メッセージが送れるというようなことで、こういうメリットがかなりあるんじゃないかと思いますが、このようにツイッター、ユースト、こういうものを、この企業のビジネス、こういう形にですね、なんとかこうつなげていけないか、そのあたりについて市長、どのようなお考えをお持ちでしょうか。岩田市長。ツイッターがこうビジネスにつながっていくと思います。こういった本ももう何十冊っていうふうに読んでて、私今ほとんどもう読んでいますけれども、これはつながると確信してます。3例申し上げます。一つは冷凍食品の加藤吉です。加藤吉は自称ツイッター部長という人がいて、どんどん流しています。これはものすごくダジャレ満載で、私のはダジャレでありませんけれども、面白い情報が流れていて、非常に商品あるいは加藤吉に対する信頼感で買ってみると
いうことで、しかもレシピもツイートしてるんですね。だから、加藤氏の、恐れ入り子だしっていう本が出てるんですね。うん。これ非常に面白いし、加藤氏のツイッターはすぐ、検索すると見れますので、これは一つ参考になる。それと、二点目が、福岡県の大名ナウです。これはどういうことかというと、天神の横大名ってありますよね。あそこの、商店街の人たちが、みんな、それに加入をしていて、ハッシュタグっていう、これは言葉の説明は省きますけれども、それをすることによって、大名ナウっていうハッシュタグをつけると、もうそれだけで見れるんですね。だから、雨が降ってるから、今から3割引きとか、っていうのを、これをツイッターの割引、追割と言います。うん。そういったことを、地域全体が、流しているということで、ここも、ここにちょっと私は聞いたことありますけれども、売り上げが場合によっては3割、4割伸びているということを聞きます。大名っていうのは、大名ナウです。それと最後にしますけれども、もう一つは、私は市政の、最高責任者なんですけれども、ソフトバンクの孫社長が、どんどんつぶやいておられるんですね。龍馬伝、始まるぜよとか、孫社長が。うん。そうすると、今まで孫社長っていうのはすごい近寄りがたい人だと思ってたんですけども、すごい人間的なことをこう呟かれていて、で、しかも、これは電波が届きにくいとかっていうことについて、すぐ孫社長がやりましょうって、これ多分流行用語になると思うんですけれども、やりましょうっていうことをこう回答されていて、ものすごく実は経営者の方々が行っていると、やっぱり親近感が湧くんですよね。ですので、私も、なんかな、そういう、私も市政の最高責任者として、やっぱりこう、親しみを持っていただくという意味からでも、どんどんその、仕事だけに限らず、情報発信をこうしていく。そうすると、武雄市に関心が必ず出てきます。私は武雄市長ですので、まあ、つぶやいた瞬間に武雄っていうのが自動的に出てきますので、そういう意味でのその、情報発信っていうのは、経営者の方々がぜひやられるといいのかなと。思っています。そして、これは最後にしますけれども、今、先ほど申し上げたように、今日もなんか、どんどんなんか、このユーストリーム見て、私のフォロワーが増えています。そうすると、一つこれは、私が情報の結節線という役割があるんですね。普通の、方々っていうのは、その、フォロワーが50人とか60人なんですけど、私がそれを見た瞬間に、リツイートっていう機能があります。ボタン1個で。それを流すと、5000人、6000人。そして、孫社長なんかは、50万人から60万人のフォロワーがいるんですね。ですので、そういう意味での、私は情報の結節点になりたい。あるいは拡散点になるということが、これからの私の役割だろうということは思っていますので、ぜひそういう意味でも、私をこう活用していただければありがたいというふうに思います。ブログ視聴からツイッター視聴に返信を遂げてまいります。以上です。20番、河原議員。本当にこれがどんどん広がっていけば、もう画期的なことになるかと思います。このツイッターやユーストをうまく活用して、先ほど申しましたように企業のビジネス、こういったものにつなげていく。これは本当に無限の広がりを見せると思います。また行政におきましても、例えば今おっしゃるように市の情報、これをリアルタイムに、発信をする。そういうことによりまして、例えば大きな、多くの若者、若い人たち、例えばあんまり政治に関心がないと、そういった方たちにもですね、この政治に関心を向けるきっかけにもなるかとも思います。ぜひ、このような ICT 活用して、情報の共有を高めて、地方自治を充実させて、いただきたいと、このように思うところでございます。では次に、移ります。プレミアム商品券、武雄で買う券についてお伺いをいたします。このことについては昨年の9月の一般質問で、取り上げましたが、プレミアム商品券の使用期間が、8月末で、換金が9月の15日ということでしたので、事業の効果は、あったというご報告を受けましたが、詳細な内容についてはまだ、わからないということでございましたので、今回、再度取り上げたわけでございます。その時に、この商品券の使われ方等について、お店と消費者の両方にアンケートを、取って、その結果を分析し、また次回の参考にすると、言ったご答弁もございましたので、アンケート調査を踏まえ、どのような分析をなされたのか、まずお伺いをしたいと思います。
うちの営業部長。プレミアム商品券、他協で買う券の実績でございます。まず発行総数は、1セット1万円に 15% のプレミアムをつけまして、1万セットを発行いたしました。で、これの発売状況ですけれども、2日半ぐらいで完売をいたしております。で、商品券の換金につきましては、1億1,454万4,500円ということで、換金率が 99.6%。で、地域別、あるいは業種別の結果についてでございますけれども、まず、地域別では、旧武雄市で9,706,500円、84.69%、北方町で1,055万2,500円、9.21%、山内町で698万5,500円、6.1% というふうになっています。で、次に業種別の結果でございますけれども、まず一番多かったのは、その他小売サービス業で2,494万6,000円、21.78% です。次が、飲食料品小売業で2,291万7,500円、20.01%。次に、大型各種商品小売業で2,107万4,500円、18.4%。次に、中小、小型ですね、の各種小売業で1,544万7,500円の 13.49%。で、医薬化粧品で、791万1,500円の 6.91% となっています。この5つの業種で大体 80.55% の換金となっています。次に、アンケートの結果でございますけれども、商品券取扱店として実証いただいた感想はということで問いかけをいたしております。大変良かったというのが 19% で、良かったという回答をいただきましたのが 55%、合わせて 74% で、良かったという結果となっております。商品券の利用はありましたかということについて問いかけをしましたところ、ありましたというのが 100%。で、お客様の反応はいかがでしたかということで、好評だったらが 50%、普通が 50%、これについても好評だったというふうに思っています。で、売上増加に結びつきましたかということでの問いかけにつきましては、結びついたが 23%、で、前倒し効果があったということで 31%、これを足しますと 54% で、消費需要の喚起にはなったのではないかというふうに思っています。で、店独自の特典を実施しましたかという問いかけにつきましては、しなかったというのが 74% でございます。で、事業の継続を希望しますかということでは、希望をするが 31%。どちらでも良いが 54% で、85% の方は、どちらか肯定的に捉えられているんじゃないかというふうに思っています。継続を希望されているんではないかというふうに思っています。で、継続する場合、手数料負担が予想されますが、どのくらいなら負担可能ですかという問いかけに対しまして、発生したらやめるという方は 48% いらっしゃいましたけれども、で、問い8でですね、最後に今後改善が必要と感じることがあれば、具体的に記入をしてくださいという問いかけをしております。その回答として、利用できる店舗などのチラシを作成し、折り込みをしてもらえれば、手数料の 2,3% は発生しても良いということですので、ここら辺の問題点を改善すれば、手数料負担についてもやむなしというようなアンケート結果というふうになっています。以上でございます。20番、河原議員。はい、アンケートの結果を今ご報告していただきました。これを見る限りでは本当にやってよかったということじゃないかと思います。確かに負担もありますが、これをやることによって、その地域の活性化、またいろんな購買意欲も湧いてきて、そういう店の方におきましても本当に
いい結果じゃなかったかと、このように思うところでございますが、そしてですね、そういう結果を踏まえて、今、今回はですね、佐賀におきましても、この商品券、プレミアムの商品券を、実施しているのが、旧市町村と、まあ、いうことをこの前、以前の新聞で、載っておりましたが、市でいきますと、唐津、伊万里、神崎、鳥栖、町の方では白石、宇志津、吉野ヶ里、江北、大町、まあ、この旧市町村で、まあ、今取り組まれているか、まあ、今度取り組まれるかですけど、まあ、今年の、まあ、取り組みということでございます。確かに昨年は、まあ、いろんなその交付金という財源がありまして、そういうのをもとに、商工会議所、また商工会がご協力いただいてですね、できたわけですけど、まあ、今回そういった補助金、交付金がなかなかあるかどうか私も分かりませんが、そのあたりも含めて、お伺いしたいんですが、そういった部分で、今後ですね、今後では、まあ、今年がもう今、もう9月ですので、12月に間に合うかどうか分かりませんが、まあ、そのあたりを考えながら、今年、そういうことをやるのかどうか、そのあたりについてお伺いをしたいと思いますが。府中の営業部長。今後の商品券の発行予定ということでの問い合わせということだと思いますけれども、現在のところは計画はございません。まあ、今後、国の経済対策とございましたら、これに合わせ、商工団体と一緒になって考えていく必要があるかというふうに思っています。以上です。20番、河原議員。今回はもう計画がないということですね。できればですね、このアンケート結果も悪い結果でございません。店側、また消費者側も反応もいいと思いますので、これはぜひはですね、またもちろんその財源ですね、問題は。財源が問題と思いますが、ぜひまたやっていただきたい。私の方にもその消費者の方からもそういったことまだできないのかというような要望も来ております。そして私が考えますのはただそういう補助金でだけで頼ってはダメなんだ。例えば商工会、商工会議所、またそのお店がですね、やっぱり独自のサービスといったこともですね、やっぱり考えていって、そしてただこういうそのプレミアムのイベント的なものがですね、まあ、一過性ですので、継続して、できるような、そういったこともですね、そういう地域、例えばお店、そのあたりはもう個人的にですね、しっかり考えながら、まあ、やっていかなければならない。そういうことも考えております。ただ、こういうプレミアム券は、その一つの起爆剤、そういう部分に使えるかと思いますので、もし、今後ですね、そういう予算措置ができるならですね、ぜひ、まあ、いろんな検討も含めながら、やっていただければと、このように思うところで。どうぞお願いいたします。桑田市長。どんどん国の補助金がこう減っていく、そして一般財源も、これだけの不況下で、なかなかこう先細りしていく、なおかつ、住民訴訟で、多大な市民負担が被られている状況にあると、いった中で、これを行政がこう先鞭をつけてこうやるというのは、なかなかこれしんどいものがあります。ただし、先ほど川原議員さんからありましたように、商工会議所であるとか、商工会が、いや、これみんなで盛り上げていこうよと。いうことで、プレミアム商品券という話が、こう、自発的にね、こう、話がこう出てきたら、これは、我々としては、地域経済の活性化、再生を含めて、先ほどの営業部長からも答弁にありましたように、まあ、一定の効果が、こう、あるというふうに、それは私自身も認識をしておりますので、これはきちんとやっていきたい。それと、さっきのアンケート結果で思ったんですけど、これ公表します。
やっぱりですね、我々アンケートをした責任として、まあ、一部のもの、あるいは私たちだけでこう独占するっていうのは、これ、許される時代じゃありません。それは感謝の意を込めて、まあ、まあ、これはちょっと、その概要については、まあ、概要になりますけど、司法できちんと報告をし、そして全部についてはホームページに掲げたいと、このように思っております。20番、河原議員。本当にそういった意味で、地域の活性化ということで、しっかりこれからも、まあ、取り組んで、いただきたい。そして先のアンケートでございますけど、お店側のアンケートだったと思います。できればですね、消費者の方のですねアンケート、こういったものをですね、しっかり、取っていただいて、そして、まあ、公表していただければと、このように思うところでございます。では次に移らせていただきます。地球温暖化対策として、1点目に LED 照明の導入について質問をいたします。まあ、近年、まあ、よく LED という言葉を耳にいたしますが、この LED とはライトエミッティングダイオードといいまして、この頭文字を取って LED というわけでございますが、まあ、直訳すれば光を放つダイオードでございます。まあ、この LED の照明が今注目されていますのは、消費電力が蛍光灯の3分の1、また電球の10分の1で、寿命が約5万時間、少なくとも10年以上は交換しなくていいということで、大変まあ経済的。そしてまたスイッチを入れれば、瞬時に点灯すると。そして、そういった寿命が長いということで、玉買いが困難な、例えば体育館と、いうようなその高いところに、そういう場所にはまあ持ってこいというようなものでございます。そして夜間についても、夜間つけていても虫が寄りにくい、そういった長所もございます。そういったことで、例えばナイター照明のや、まあ、街路灯、防犯灯、そういったものにもまあ適していると言われております。まあ、このように電気料金の削減や CO2 排出量の削減にもなることから、地球温暖化防止として今注目をされているわけでございますが、問題なのは初期投資、これがまあ高いというところが問題だろうと思います。LED 照明に変えるには、まあ、現時点では諸経費がかかりすぎると、まあ、いうことで、今、まあ、見合わせているところも多いというふうにも聞きます。まあ、これからですね、まあ、技術革新が進んでいけば、もっともっと、まあ、安くできると、取り付けられると思いますけど、ただ、私が思いますのは、そのコスト面だけで見るのではなくてですね、まあ、地球温暖化防止対策の環境問題の、そういったまあ観点から見ますと、やはりこれはまあ早急に取り組む、まあ、べき課題ではないかなと、このように思います。主としてこの LED 照明の、まあ、導入について、どのようなお考えをお持ちなのか、お伺いをしたいと思います。岩田市長。 LED いいですね。やっぱりですね、ただこれも私もなんでいいっていうふうに思ったかというと、実は環境課の日渡君の、お兄ちゃんが、お兄さんが、東京の三菱マテリアル、の、幹部社員なんですね。で、合わせて、そこの、事業本部長が、西川上りの、出身であると。いうことで、東京に出張の際に三菱マテリアルに行って、ちょっと私、いろいろ教わってきました。で、しかしでもこれは、おそらく今 LED が私がいいと言っても、多分一般の方、使ってない方々っていうのは多分わからないと思うんですね。本当に、白熱灯と LED をこう比べるところでこう見たんですけど、こっちの方がよっぽどもう本当に目にも優しいし、そして本当に本当のその太陽に近い自然の色っていうことで、もう本を読んでても全然疲れ具合が違うんですね。ですので、これをですね、まずその補助金を設ける先に、市の場合はもうものすごく白熱灯を使ってます。
例えばこの議場もそうですし、2階もそうです、市役所の中もそうです、あるいは白岩体育館、文化会館 の、 あの大ホール、小ホールとかみんなそうですので、可能な限り今後変えていきます。変えていって、その市民の皆さん方が本当にこれはいいんだということをまず体感してもらうということがまず先だろうというふうに思っておりますので、そういった中でこれ実は地元の豊田合成さんが一生懸命今発行大王道の観点から進められておりますので、そういったその後押しもきちんとしていきたいというふうに思っています。それでこれは本当にラッキーなのは、その豊田合成さんと三菱マテリアさんってものすごく連携されてるんですね。連携をされていますので、そういう意味からでもいろんな活用方策っていうのは今現に三菱マテリアさんとは伊藤理事を通じて話をもう進めつつありますので、そういった中でやっぱりこう地元のその先輩がねそこにいらっしゃるという観点からも、ぜひ、将来的にはこう企業誘致につながればいいなというふうに思っておりますし、まずその作っておられるものを我々が見せて、それで市民の皆さんたちに納得をしていただいて、そういった形で二重三重にこう広げていくということが、私たちの役割かなと、このように認識をしております。以上です。20番河原議員。本当にまずLED に変えていく、これは本当に大事なことだと思います。でその変えていくにもですね、いろんな予算というのがあると思います。そういった中で、今滝尾市で、滝尾市地球温暖化防止率先行動計画って、いうのを今策定をされております。これは温室効果のガスの排出削減や、省エネルギーへの取り組み、こういったものを実践するということで、この計画を作成されていると思いますが、この中身について少し、ご説明をいただきたいと思いますが。森まちづくり部長。地球温暖化防止促進行動計画のお尋ねでございますけれども、滝尾市では、今年度2月に滝尾市役所で、行政として取り組む滝尾市地球温暖化防止促進行動計画を作成していたところでございます。この計画の中で、滝尾市が行う事務、事業から発生する二酸化炭素の排出量を、平成25年度までの5年間のうちに、平成19年度と比較いたしまして 5% を削減するということを目標として掲げているところでございます。具体的な取り組みの内容といたしましては、庁舎の省電力、省エネルギー、ゴミの減量とリサイクル、職員の環境に対する意識向上などを掲げているところでございます。20番、河原議員。この内容でございますが、省電力、省エネルギーの推進というところがあったと思いますが、そういった部分で今言っておりますこの LED の照明の導入、そういった部分の計画は入ってないんですかね。そのあたりをお伺いしたいと思いますが。森まちづくり部長。お尋ねの省電力、省エネルギーの、項目の中で LED の項目がないかということですけれども、11項目ほどいろんな庁舎の設備等について挙げておりますけれども、今回 LED については項目としては挙げておりません。20番、河原議員。これができたのが、昨年ですかね、2月、やっぱりその時点でももうこの LED というのはもうが素晴らしいということはもう分かっていったと思うんですが、ですからこういう計画という中にはですね、この省電力、省エネルギーの推進ということでございますので、この LED に対するその取り組み、確かに今この企
器具、電球、高額でございますので、一遍に変えるというのはなかなかまあ難しいところもあると思います。そういった部分を考えますと、その年次計画を立てて、こういう中でですね、やっていくというのが、まあ、大事じゃないかと思いますが、ぜひ、こういう LED の照明、の、まあ、他協の LED 化推進計画といいますかね、そういった部分を、ぜひ、策定をしていただけないかなと思いますが、そのあたりについていかがでしょうか。森町づくり部長。すみません、先ほど、まあ、省電力、省エネルギーのところで LED の話を申し上げましたけれども、申し訳ありません、まあ、先ほど11項目の項目の中に、省エネルギー機器、設備の導入を図るという項目の中で、まあ、LED 蛍光灯、電球型蛍光ランプ等の消費電力の少ないものも切り替えるということで、項目がありましたので、申し訳ありません、お詫びして訂正いたします。20番、河原議員。やっぱり入っておりましたね。そしたらいいんですけどね、だから、それ入ってるのはいいんですよ。だから、それをもとにですね、そういうことがもとになって、年次計画をですよ。例えば、やっぱり高いから一分には無理でしょ、全部交換するというのは。だから、そういうのを含めて、ずっと年次的に、今度はどこ、今度はどことかですね、そういうのも必要じゃないかと思うんですよ。そのあたり、いかがでしょうか。平田市長。先ほど答弁いたしましたように、切れたときに切り替えてまいりますので、それは計画云々よりも、むしろそれは大きく、温暖化の防止計画の中の一つの項目として、まあ、これだけこうマクロの意味で進めていこうということを書きたいと思います。で、そして先ほど申し上げたように、切れたときには可能な限り LED とこう交換していくというふうにこうしていきたいというふうに思っております。以上です。20番、河原議員。はい、そしてですね、もう一点なんですが、街灯、防犯灯、これについてです。これも今、LED の方に、まあ、変えていくというのが、まあ、全国的にも広がってきているわけでございますが、なかなか今、市の予算、ですね、15万ぐらいですか、一つの自治体、区がですね。で、それじゃなかなかちょっと難しいだろうということもあります。だから、この LED っていうのを、一般的な街灯のそういう補助金で捉えるのか、まあ、極端に言えば、今の太陽光のエネルギーみたいな、そういう一つの補助金という部分で捉えるのか、というやり方があると思うんですね。確かに LED に変えるということは、確かに今は初期費用が高い。しかし、これが10年間のスパンで見たときに、電気量とかいろんな部分で考えれば安くなるし、また環境面にも良いと。まあ、そういうことを踏まえて考えますと、この太陽光の、太陽光発電と、こういう LED の照明、これも、ある程度、なんて言いますかね、似たところがあるんじゃないかと思うんですね。だから、どうしてもその、街灯、防犯灯では無理なもんですから、そういった部分の何かこう、施策がないか、その点についてお伺いします。平田市長。いや、河原議員は、やっぱり時代の最先端を行かれてますね。やっぱりですね、例えばその5年前にその調べたら、LED の電球の値段というのは今の3倍ぐらいしてるんですね。ということは、5年前の今、3分の1でも買えると、安いものについては買えると。っていった場合に考えたときに、これだけ LED の普及がこう広まっていくと、多分3年後っていうのは、多分半分以下に落ちると。いうこと。で、市民負担を考えた場合に、私はその時点で、一斉に切り替えることができるのかなと、思っています。今の場合だと、ちょっとあまりにもちょっとコストが、高すぎるっていうことと、それはやっぱり多分私の力と議会を通し得ません。これだけ厳しい議員さんたちがこういてですね、もっと、それはもう少し時間をかけて、した方がいいっていうことだと、になると思いますので、それはやっぱりコストが下がっていった時点で打つということ、何でも早ければいいっていう問題じゃないと思うんですね。
それはポイントポイントを見て、やっぱりその市民 の, その利益がこう最大限にこうなるところを選んで、政策をこう打っていき、そして議会 の, 理解をこう予算に関わる問題になりますので、議会 の, ご承認を求めてまいりたいと、このように考えております。20番河原議員。本当にこの環境問題、地球温暖化問題、まあ、いろんな問題がございますが、今国の方もですね、以前京都議定書ですか、CO2 の削減、そういったこともやっております。そういう意味で来年度の予算概算要求でその環境省、これは温暖化対策ということで、5% 増の2175億円っていうのを要求しているということで、これもその先ほど申しました2020年までのその温室効果ガスの排出量をその1990年比で 25% 削減をするしなくちゃいけないということで、そういう算も立っていると思いますので、まあ、そういったものも含めまして国としても、それを達成するには、やはり地方自治体にもお願いしなくてはいけないし、いろんな部分で国民にもお願いをしなくちゃいけない。そういう中で、やっぱり、まあ、補助金ということもですね、打ち出してくるのではないかと、そのように思いますので、そういった部分も有効に、まあ、今後活用ですね、していただきたい。そのように思いますが、その点について最後に、答弁をお願いしたいと思いますが。部長。森町づくり部長。現在のところ、市の方での補助についての考えてはおりませんけれども、ただ、先ほど議員さんおっしゃいますように、地球温暖化の対策の一環として、手法、出前講座と、LED、先ほど申し上げております、LED の効果等を紹介するなどして、普及啓発を今後図っていきたいと考えているところでございます。20番、河原議員。今私が言ったのはですね、国とか県とかですね、そういった部分で、そういう LED の照明に対する補助とかですね、そういうのがないかということなんですよ。市が出すんじゃなくて、ね。で、そういうのを、こう、アンテナを張って、見取っていただきたいと。そういうことです。はい。いいです。では、次に移ります。最後にですけど、北方運動公園グランドの芝生化についてでございます。この芝生化については昨年の3月定例会の一般質問で、校庭芝生化についてということで、取り上げた経緯がございますので、今回質問をいたすわけでございますが、今年の6月の終わりか7月頃だったと思います。運動公園の、北方のその運動公園の横を通っております、車で通っておりますと、なんかこうグラウンドの中央の方に緑なものがこう見えたわけですね。で、これなんかなと思って、車を止めて寄ってみました。そしたらですね、このグラウンドの真ん中、ど真ん中に、こう芝生がこう張ってあるわけですね。私もなんでグラウンドの真ん中に芝生かなと、いうことで、驚いたわけでございますが、これは見た方は、私だけでなく皆さん、ある程度そう思われたんじゃないかなと思います。グラウンドのど真ん中ですよ、ポンと。ちょっと私もびっくりしたんですが、それで思ったのが、このグラウンドは多目的なグラウンドであり、いろんなスポーツに使うと。サッカーもあれば、少年野球もあれば、ソフトボール、それから他のいろんなグランドゴルフとかいろいろ使うわけですね。で、ここに真ん中に使って、真ん中にこう芝生を張って大丈夫なのかというのが一番先に頭に来たわけ、頭の中でこう、よぎったわけですけど、で、いろいろ調べてみますと、これが他教師がその事業したいと言いますが、他教師が行ったということを聞いたわけですね。で、どういったこの経緯で、この芝を植える
ということになったのかですね、そのあたりについてまずお伺いをいたしたいと思います。プラゴ教育部長。お答えいたします。これは北方運動公園の芝生化につきましては、白岩教授と同じようなトラック内、の芝生を行っているところでありますけれども、これ平成21年6月の北方町まちづくり推進協議会の総会で、自主事業として芝生整備について、取り組むことが決議をされております。そこで、市へ予算措置を講じてほしいというふうな要望がなされております。でその後、内容等の検討調整の結果、北方運動公園グラウンドを対象としたいということであったために、文化学習課が担当でございますけれども、さまざまな点について協議していく中で、まず武雄市の社会教育施設として利用者団体の合意を得ることおよび定職後の芝生管理について協議会で行うこと、この2点のですね、ことを実施に向けての条件として提示をしたところであります。その後協議会で、利用者団体との調整が取れたというふうなお話でございましたので、平成22年3月議会の補正予算で予算のお願いをしたところであります。以上でございます。20番河原議員。はい、今経緯をお伺いしましたが、ただですね、北方町まちづくり協議会から、要望が出された、そして、利用者団体との調整が取れたという報告を受けたということでございますが、それで予算措置を講じたということでございますけど、その利用団体との協議、これはあんまりなされてないんですね。私も少年野球とか少年サッカーの方にもお伺いをしました。そしたら事前のそういう話は全然なかったということです。ですからやはりこういうことをやるというのは、やっぱり利用者団体がですね、この方にまずしっかりご了解をいただいて、でこういう芝生を張るというのは使えない期間もあるわけですからね、そのあたり十分考えながらやっぱり取り組んでいかなくちゃいけないと思うわけですよ。で、市としてはそういうことをお願いしとったけどということでございますが、実際はそういう状況でございます。で、先日市長宛てだと思いますが、陳情書というのが届けられたというふうに聞いておりますが、これはやはりこの真ん中に芝を張って貼ってもらったら困るということで、元に戻してもらえないかというその陳情書だったと思いますが、でこういう陳情書が出るということはですね、利用団体からですよ、やはり事前に話し合いができてなかったということじゃないんですか。そのあたりについてどのようにお考えか、まずお聞かせをいただきたいと思います。浦郷教育部長。今、議員がおっしゃられるように、陳情書等も出たということで、我々としては十分な調整ができたというふうに理解を、返事を聞いておりましたので、理解をしておりましたけれども、そういうふうな要望等が出されるということについては、不十分なところがあったのかなというふうな懸念は今抱いているところであります。20番河原議員。私もこの芝生化、以前3月ですね、先ほど申しましたように昨年の3月の一般質問で、この校庭芝生化ということで、取り上げました。私はその時はですね、やはりこう地球環境温暖化防止、そういうことも含めて考えますと、やはりこうやるべきだなという考えでおりました。で、その時に部長の答弁は、その時の部長の答弁ですよ、
こういう芝生化というのはもう社会体育施設、そういったものに影響を及ぼすということで、関係団体と協議をしなければならないと、部長がおっしゃったわけですね。ですから、そういうお考えがあって、今回、こういうことになったというのは、どういうことなのかなと思いますが、そのあたりはいかがお考えですか。浦郷教育部長。今、議員さんが言われるように、確かに昨年の議会の中で、私の方で関係団体との協議を、社会教育施設については、きちっとしなくてはいけないということで申し上げておりましたし、先ほど申し上げたように、利用者団体の合意を得るということを前提にですね、話をしておりましたので、この部分ができたというふうな報告を受けてですね、予算化をしたということになっているところであります。20番、河原議員。ですから私が申し上げたのはですね、やっぱりそこまでその利用団体、という部分を配慮ですね、配慮を本当にもっとしなくちゃいけないんじゃなかったかということですよ。まちづくり協議会からが OK ですよと言われて、ああそうですかって、それで済むのかどうかですね、そういうことを思ったわけでございます。そしてその3月の昨年の3月の議会で申しましたように、こういう芝生、これは鳥取方式の芝生なんですけど、これは何ですかね、芝生を植える時点からですね、芝生を植える時点から、例えば子どもたちとか、ボランティアの方にご協力いただいて植える。で、なぜそうするかというのは、やっぱり植えれば愛着も湧きますし、今から管理もしていかなきゃいかんなと。やっぱり地域でこう盛り上がってくるわけですね。だから私はそういうことをするときは、ぜひ子どもたちを入れて、ボランティアの人も巻き込んで、皆さんでやろうということをですね、やっていただきたかった。今回ですね、業者でやっておられるわけですが、その点、いかがでしょうか。浦郷教育部長。確かにですね、その昨年の議会の時に河原議員さんの方からそういう質問があって、できるだけそういうことは、後々のことも考えればですね、その方がいいだろうということで申し上げておりました。で、今回につきましては、協議会から自分たちで、植えたいというような話がありましたけれども、その芝生を確実に定着させるためということを含めてですね、考えて、業者に発注をしたというふうなことでございます。で、もう一つ、協議会の方にお願いをしておりました、定植後の芝生管理については協議会で行うということを確認を中にお願いをしておりますので、ぜひそこで、地域の芝生といいますか、町民の芝生という形で、ぜひ管理をお願いをしたいということで考えているところであります。20番、唐木議員。もちろんですね、地域の芝生って地域で管理する、それはもう当然だと思うんですよ。だからですね、だから、そういう子どもたちとか、ボランティアの方、まちづくりの協議会の方、皆さんが一緒になってね、やっぱりやるべきだったんですよ。それは確かに定着しなかったら困ると思いますよ。でもね、それは、やり方があるんですよ。例えば、業者に全部やってもらうんじゃなくて、そこに業者がいくら来てもらってもですね、やり方をしていただいて、そこに子供たちがそのポットの一つでも植えれば、ね、愛着が湧くじゃないですか。で、ぜひそういうやり方をね、もう今回、やってやりますので、あれですけど、今後、
また芝生化ということになればですね、ぜひそういうことも含めて考えていただきたい、まあこのように思うところでございます。で、この、まちづくり協議会の中で、まあ決定されて、市の方に、まあ要望されたという、まあ経緯でございますが、まあ、このまちづくり協議会の中で、決定されたということでございますが、まあ多分総会で決定されたと思います。しかし、その前段のですね、まあ部会というのが、まちづくり協議会の中にあるわけですね。で、その前段の部会の中ではですね、やはりこの芝生化っていうのは、維持管理は大変だろうと、まあいうことで、これはやめた方がいいんじゃないかという、その部会の結論はそういうふうになってたということも聞き及んでおります。で、その総会ということの中でもですね、実際、皆さん全員が賛成じゃなくて、やっぱり反対もいらっしゃったと、まあいうことでございますのでね、確かに総会というのはまあ、最高のもう、議決機関でございますので、決定は重いわけでございます。まあ、それはもうわかりますけど、やはりそもそもですね、共同まちづくりということはですね、やっぱり住民の総意、そして住民総参加でですね、地域のその住みよいまちづくりを目指すと。まあ、そういったものだと私は認識しておりますが、市長その点についていかがお考えでしょうか。佐田市長。そういった流れっていうのは今初めて知りました。まあ、部会っていうものがこうあって、で、その中でこう、まあ、県県学、官官学のこう議論がこうあった上で、まあ、総会がこうあって、その時に、その、なんかこう、欠席者が多かったとかっていう話で、ちょっと今初めて聞きましたので、ちょっと私としては、まあ、ここでどうっていうことは申し上げられませんので、ちょっと時間を置いてちょっと調べたいと。思っております。その上で、私としても、まあ基本的には、もうこれは自治事項に関することだと思うんですよね。自治事項に。ですので、まちづくり協議会のその意思を我々としては、その予算の範囲内で最大限尊重するっていうのが私たちの、意向でありますので、ただ、その流れでどういうふうにこうなったの。で、これはですね、病院問題の時も散々叩かれたんですね。本当に協議会がね、あれとかもう本当に、だからそこの部分について我々は出せる議事録も全部出して、で、そこで、やっぱりこれはおかしくなかったということで、今多くの市民の方々が納得されていますので、まあそういった意味でのその調査はちょっとやりたいというふうに思っております。以上です。20番、河原議員。ぜひそのあたりもお願いしたいと思います。で、ですね、まあ、私が思うには、この運動公園のグランドということで、今回、されたわけでございますが、地球温暖化の防止とか、まあ、例えば、まあ、緑化、うん、地域の緑化ということを、そういうだけの、まあ、考えでございますと、北方支所ですね、その裏に北方グランドというのがございます。そこだとですね、すぐ小学校が隣接をしていますね。小学校。そして、こっちには幼稚園がございます。ですから、そこですとですね、こう、花火も張って安全でございますので、そこを芝生化したらですね、子供たちもゆっくり遊べるし、走り回れるし、そして、上層教育ということの観点からもですね、良かったんじゃないかなと、思うんですけど、そこまでは考えられなかったですか。どうでしょうか。岩田市長。これは教育委員会、行政がこうすべきだという問題ではないと思います。これは優れて北方町における自治の問題だというふうに思っております。まさか芝生が火がないところで燃えるっていうのは夢にも思いませんでした。ですので、これは、ぜひですね、まちづくり協議会で、さまざまな意見を、まあ、再度、まあ、聞かれてると思いますけどね、聞いていただいて、北方町の総意として、やっぱりこうやって いかないと、やっぱり、これ、スタートの地点に立ったばかりなんですね。
ですので、その北方の自治として、これはやっぱ行う必要があるだろうということは思っております。その中でぜひですね、私は実は各庁の街づくり協議会でいろんなその関係があります。旭町であるとか東かのぼりであるとかいろんなありますけれども、ここ各議員さんがやっぱ入られてるんですよ。ですので、これは私の一方的な意見になるかもしれませんけれども、5人の議員さん、北方町から選出をされておられますので、ぜひ街づくり協議会の中に、やっぱりこう市民の総意を受けて議席を占められているわけですので、ぜひその中に入っていただいて、その議論の中にぜひ入って、でそこでこれからこうしていこうということを、先ほど河原議員さんも、その意見をそこの協議会の場で、おっしゃっていただいて、それを総意として、まあ、どういう意見になるかっていうことは私は分かりませんけれども、そういった総意として、こう、進んでいければありがたいというふうに、思っております。私のところにも、要望書であるとか、陳情書であるとか、もう、北方町を歩いていても、賛否両論あります。なんか私がやったっていうふうに言われていますけど、それは、これ社会教育施設ですので、これは教育委員会の専権でもありますし、で、しかも我々は教育委員長ともよく話しますけど、可能な限り北方町の皆さんたちの意見を尊重しようということで進めて来ておりますので、そういうプロセスを今後も大事にしていきたいと、このように思っております。以上です。はい。20番、河原議員。私たちもですね、この町づくりの協議会、北方のですね、ぜひ本当は入りたかったんですよ、最初ね。例えば山地とか竹尾、旧竹尾ですね、皆さん入ってられます。ただ北方だけが、入ってない、入ってないというか、入れてもらえてなかったということになるわけですけど、ぜひこれを気にしてですね、ぜひ一緒にやっていきたいとは思います。で、まあ、北方のこと今、いろいろ言いましたが、やっぱりこの北方町というのもずっと流れがございまして、こういう今のグラウンド、こういう一帯の整備、そういうことで、旧北方町の時代からの中で、ちょうど中学校が移転をしました、北方中学校がですね。その時に、中央公民館やスポーツセンター、で運動公園、そのグラウンド、それからサンスポーツ、テニスコート、こういったものをですね、そこにこう集中させたわけですね。つまり文化施設と体育施設が一緒になったと、まあ、いうようなことで、まあ、国からも評価をされたと、まあ、そういったことがありまして、以前北方、今の北方市長ですが、その横に公民館がございました。そこの補助金を本当だったら返さなくてはいけなかったんですけど、そういうその一つのモデルケースみたいなそこができたということで、国としてはそれはいいだろうということになったと、まあ、そういうこととか、その公民館の建設にも、まあ、大きな補助金もついたと、まあ、そういったその経緯がありまして、来ているわけでございますので、その中のこの運動公園のグラウンドというのも、入っているわけでございます。だから、これはですね、多目的としてぜひ本当に使っていかなければいけないグラウンドでございますので、いろいろ申し上げたところでございます。そして今サンスポーツがあって、北方中学校のグラウンドがあって、運動公園のグラウンドがあります。だから例えば少年野球とかたら6面取れるわけですね。で、そういうのも必要なんですよ。例えば少年野球大会が、大きな大会がこうあるとき、また実業団の女子のリーグ戦、ソフトボールの、そういった時にはですね、やはりその近くにその施設がある。やっぱりそれが一番その、まあ、メリットといいますか、いいわけで、利便性がいいわけですから、そういったこともですね、やっぱり含めて考えていかなければいけない。そのように思っているところでございます。なんか、市長答弁ございますか？ないですね。はい。では、そういうことでですね、今後、今の問題、ちょっと戻りますが、今の問題ですね、今真ん中にこう貼ってあります。それをどうするのかですね。その点、何かお考えがあったらお伺いしたいと思います。浦郷教育部長。
先ほどの市長の裏の方の、芝生化とかいうようなこともありましたけれども、先ほど市長が、申されたようにですね、北方町まちづくり推進協議会の中で、広く町民の意見を、収集して、決定をしていただきたいというふうに思っておる、ところでございます。20番、河原議員。では、これからどうするのかというのをですね、北方町のまちづくり協議会の中で、私たちの議員も入りまして、ぜひ考えていきたいと、このように思います。では、以上で終わります。以上で20番、河原議員の質問を終了させていただきます。議事の都合上、1時20分